上亲爱的玩家朋友们，各位午安，各位好。是的，再一次欢迎各位来到2017年台北国际电玩展 PlayStation 的舞台现场。那马上进行的是来自跟 Final Fantasy Course 的特别舞台活动。在我们邀请呢今天我们的神秘嘉宾莅临登场之前，我们先带各位一起来进一段游戏影片，一起来欣赏咯。有看到我们三十周年的回顾，有没有觉得很感动？这边有多少人是跟 FF 一起长大的？有吗？我个人就是这么多，对不对？好，我想先跟大家说一个消息，就是今天这场舞台活动里面，我们的特别来宾准备了很多是专门要献给台湾的朋友、亚洲的朋友的资讯，所以请大家一定要拿出你最棒的热情。所以我想要先听听你们的热情有多大声，好不好？所以假装我们先来练习喽，让我们欢迎这位特别嘉宾。很好，表现得非常好。但是正式来的时候，我希望音量比这个再高十倍，好不好？我们掀了世贸艺馆的屋顶，可以吗？好的，接下来就让我们以最热烈的掌声加尖叫，让我们欢迎 Final Fantasy 的品牌总监桥本真司先生。欢迎，大家好。桥本先生真的太有精神了。那因为今天媒体朋友很多，我们请桥本先生，我们先至中让媒体朋友捕捉画面。好，玩家亲爱的朋友们，赶快把握你们机会哦，拿起手机，拿起相机，告诉你的朋友你在参加 Final Fantasy 三十周年特别舞台活动哦。好，媒体朋友，我们请桥本先生看一下中间后方。好，接下来下方的媒体朋友，嗨，我们看一下下方的镜头。好，媒体朋友需要哪里补充画面的吗？好的，好，谢谢我们的媒体朋友。那我们现在呢也请桥本先生正式跟我们台湾玩家朋友打声招呼好吗？嗨，大家改めて大家好。好，今年もやってまいりました。スクエアニックスの橋本でございます。那很高兴今年也有机会来到这个舞台上。我是 Square Enix 的桥本真司。はい、昨年はですね、ワールドオブファイナルファンタジー、そして、ファイナルファンタジー15で、皆さんといろいろお話しさせていただきました。那去年呢，我们在这舞台上，我们为大家带来的是 WFF 跟 FF 15两款作品。はい、ファイナルファンタジー15遊んでいただけましたでしょうか、いかがでしょうか。
我们这边现场有玩过 FF15 的玩家，请帮我们举手一下。赶快把手举高高。ありがとうございます。ぜひワールドファイナルファンタジーもよろしくお願いします。那请大家玩了 FF15 觉得好玩的话，也请去给我们支持一下我们的 WFF 这一款作品。はい。今回ですね、まあファイナルファンタジー15が、まああの台湾さんのですね、皆様の圧倒的な応援をいただきまして、非常に好評いただいているというのを聞いております。那我们今天特地来到台湾呢，是想要感谢大家，因为我们听说 FF15 在台湾获得非常非常热烈的回响。是。はい。でこれもですね、ファイナルファンタジー13の反対中文版からですね、始まりまして、これからまあ今日来ていただいている皆様の応援があったからこそ、ここまで来れたと思っております。感謝しております。那我们心中也是觉得，我们是从 FF13 开始做繁体中文版以后，一步一脚印，然后特别是有我们台湾这么多的广大的玩家支持，我们才有今天。真的要在这边再次谢谢大家。我们也谢谢桥本先生，给他一个掌声好吗？はい、そしてですね、まあせっかくなので、まあ今年ちょっとあの映像流れましたけど、今年まあ FF30 周年という記念の年でもありますし、まずは反対中文版のですね、まあ歴史をですね、ちょっと映像にまとめてきましたので、皆様と思い出を振り返りたいと思います。那我们刚刚也看到，我们今年是 FF 的三十周年。那我们在今天在台湾的这一个舞台活动呢，我们想要借由一支影片来一起回顾我们 FF 系列在推出繁体中文版一路走来的心路历程。是的，那现在也由桥本先生与我们现在一起来欣赏这一支回顾影片喽。そうですね。はい、どうぞ。ということで、ちょっとですね、皆さんにいろんな思いは当然思い出あるとは思うんですが、私があの最初に、まあ、13の、まあ、反対中文版のご説明したときに、本当に橋本毎年やってくれるのかというのをですね、よく聞かれましたが、ご覧いただいた通り毎年いろんなものを持ってきております。那相信刚刚的影片一定也激起在场的朋友们大家心中很多的回忆。那我自己在刚推出FF13 的繁体中文版的时候，也是受到很多质疑的声音，说你现在做了第一款中文化，可是你真的会继续做下去吗？真的会每一年都推出一款这样的作品给我们吗？はい。で、毎年ですね、イベントですとこの台湾ゲームショー、台北ゲームショーが一番最初になりますので、また今日もですね、最新情報を持ってまいりました。あ、ネットで皆さんもね、ぜひご覧いただければと思いますが、ちょっと紹介したいものがございます。こちらになります。那我们今年呢、当然也是会继续承诺我们诺言，我们会持续推出新的作品给大家，所以我们把我们最新的作品带到台北电玩展的现场。はい、出ました。ファイナルファンタジー12、ゾディアックエイジを今回はご紹介したいと思います。
本日はですね、私以上にですね精通しているプロデューサーのスタッフも連れてきておりますので、ここはちょっとバトンタッチしたいと思います。那我们今天要介绍的就是这款 FF12 的重制版，我们今天就请到实际制作这款的制作人来为我们解说。是的，让我们掌声以热烈的掌声加尖叫，我们欢迎我们 Final Fantasy 12的制作人，我们欢迎加藤宏章先生。你好，你好，欢迎。皆さんこんにちは、ファイナルファンタジー12 The Zodiac Age プロデューサーの加藤です。よろしくお願いいたします。台湾的朋友大家好，我是 FF12 重制版的制作人加藤宏章，请大家多多指教。是的，我们还是要麻烦两位制作人，我们现在一起先让我们媒体朋友捕捉一下两位的画面哦。那我们一样呢看一下我们前方媒体朋友的镜头。嗨嗨，好，媒体朋友如果有需要画面的话，大家自己要挥挥手哦。好，我们看一下中间后方挥手的媒体朋友。嗨。好，谢谢我们亲爱的媒体朋友。好的，那今天呢，难得我们加藤先生来到了我们的台北 Game Show， 我相信他有很多讯息要与大家分享，赶快将时间交给我们加藤先生。那我们这边也请两位呢，可以先请坐。哎，是。はい、では、このファイナルファンタジー12 The Zodiac Age の紹介をさせていただきます。とまずは、あ、那我们马上就进来介绍我们的 FF12 重制款、重制版这款的游戏。はい、まずはですね、このファイナルファンタジー12の、まあ、世界を、ご紹介したいと思います。那我们想先从它的世界观开始介绍起来。はい、この世界はですね、まあ、魔法や、まあ、飛空艇というものが存在し、まあ、様々なあの種族が暮らしている、まあ、イバリスという世界が舞台になっておりまして、まあ、その世界を冒険するゲームになっています。那我们这一款游戏的世界观呢，它是发生在一个叫做伊瓦利斯的世界。那它这个世界观的背景设定来讲，就像大家所知道，它是一个奇幻风格的设定。它存在着有魔法与飞空艇以及各种不同的种族。那玩家们必须就是在这个世界里面冒险。是。まあ、今この後ろにあるですね、この地図がイバリスという世界になってまして、でまあ、ここに今いろんな種族がいるんですけれども、まあ、こう人間というのは人間族とかですね、あとは、まあ、ファイナルファンタジーでおなじみの、まあ、モーグリ族、またあのウサギのちょっと耳をしたですね、まあ、ベーラ族といったさまざまな種族が生活しています。じゃあ我们这边看到这张世界地图就是伊瓦利斯的世界地图。那在这里面种族有我们相当于我们人类的种族在存在这个世界中，当然也有我们 FF 系列里面大家非常熟悉的莫古里族，那也有这个像旁边这个长兔子耳朵这个维埃拉族等等各种不同的种族存在这个世界当中。はい、では次にですね、那我们换到下一张、このファイナルファンタジートレブの、物語をご紹介できればと思います。那我们稍微来讲解一下这款游戏的故事的背景。はい、この世界 の、 そのイバリースがですね、まあ、戦乱の時代を迎えまして、あのダルマスカと呼ばれる、まあ、小国がですね、まあ、巨大な、まあ、軍事国家であるアルケディア帝国に支配をされたところから、物語は始まります。那这个故事背景发生在一个战乱的时代、哦、那在这个战乱的时代里面有一个小国家叫做我们这边看到叫做达马斯卡，它受到了一个大国阿凯迪亚、阿凯迪亚帝国的所支配。でまあ、今ここにですね、あの出ている、まあ、キャラクター6人が、主人公になりまして、まあ、例えば、こう真ん中にいる、まあ、王女のアーシェというのがですね、まあ、そのダルマスカをアルケディアから、まあ、取り戻すために、奮闘したり、またあのバシュと言われる将軍がですね、まあ、国王の、まあ、ダルマスカ国王の暗殺のこう罪に問われている中こう必死に、まあ、あがいて帝国にこう反抗していくといった形で、まあ、みんなそれぞれですね、こう秘めた、まあ、ものを持ってましてこと自由を、追い求めて、物語は進んでいきます。那比如说，像我们这边所看到这六个角色，就是我们这个游戏的主角。那我们可以看到，他每个人都有每个人战斗的或是去冒险的理由。比如说，我们看到这一位公主叫做雅雪的公主呢，她就是为了她就是达马斯卡的公主，她发誓要夺回她的祖国。那我们看到她最左边那位巴修，他其实是将军，那他是背负了就是暗杀国王的污名，他必须要去洗雪他身上背负的不名誉的罪状。那这六位角色都各自有他们出发冒险的理由。で、まあ、このキャラクターがそれぞれですね、あの思いがけない形で、まあ、出会いまして、そしてやがて、まあ、他のまたキャラクターともこう出会っていくことで、まあ、やがてはあの、まあ、国家や人々のですね、こう運命を大きく、変えていくという、群像劇になっています。
那他们六个人都是为了不同的理由出发冒险，然后又会以意想不到的方式不期而遇。那在他们六个人聚首了以后，又会遇到更多不同的角色，并且发展出更多不同的剧情，以及大大转变他们命运的一些冒险故事。是。またそのこの国を取り戻すお話ではあるんですけれども、まあ、それ以外で先ほどご紹介したさまざまな種族もですね、このイバレスの世界で生活をしていまして、またそういった種族とのさまざまなドラマも用意されています。那当然不是只有故事的主线，因为我们整个世界观非常的庞大。我们刚刚提到，它的世界里面有许多不同的种族居住在这个世界里面，所以玩家在冒险的过程中，也可以透过这些种族之间的错综复杂的关系，去深刻了解到这个世界观背后的背景故事。是，其实 Final Fantasy 一直以来最吸引大家的就是它当中的故事情节哦。所以现场有没有很怀念我们 Final Fantasy 十二的朋友？是不是要先给目前为止的这些内容先来点掌声，好不好？ Yeah.大家都很期待，就是我们的团队可以再告诉我们什么更多讯息。是，好，我们换到下一张。はい、じゃあそれではですね、このじゃあ次にそのファイナルファンタジー12、ザ・ゾディアック・エイジについて、ご紹介したいと思います。那我们现在就来介绍说，那我们现在制作的这一款 FF12 的重制版，它的特色是什么？はい、まずまあ、先ほどちょっと、ね、拍手もしていただきましたけれども、このファイナルファンタジー12は2006年にプレイステーション2で発売されまして、まあ、世界的に大ヒットを記録しまして、まあ、数々の賞を受賞いたしました。它的这个游戏的原版是在2006年在我们的 PS2 的平台上面推出的。那当年推出的时候也是佳评如潮，获得了蛮多的奖项。はい、でまあ、ここに今回ポイント3つ書いているんですけども、まあ、簡単に言うとですね、当時 の, その開発の、まあ、オリジナルメンバーをコアに、まあ、中心に添えて、このプレイステーション4の現世代のゲーム機で遊ぶ場合にこうグラフィックや、まあ、サウンドの表現力の向上で、さらにはシステムの一新、またよりこう遊びやすくするためのですね、さまざまな工夫を行いまして、まあ、皆様によりこう今の本当ゲームとして楽しんでいただけるという形で、もうガチなクオリティを保証するという形で皆頑張って作っています。那我们这边所介绍的到这是重制版的三个重点。第一个，它就是它最重要的就是我们想要强调，就是我们集合了当时的原班人马，然后把我们的原本有的这个游戏制作成更高的画质、更棒的音源，制作成符合现今的时代的一款FF12。 然后同时我们在系统上面也做了改良，让玩家在现在这个时间点玩到这款作品的时候，不会觉得你是在玩一款以前的游戏。はい、なので単にグラフィックをきれいにしましたっていう HD リマスターではない新作 の, ファイナルファンタジーとして作っていまして、で今回反対字版も作っていますので、まあ、ご期待いただければと思います。那我们并不是只是单纯的在将我们游戏的图像做 HD 化这么简单，我们会把它进行完全的重置，来提供给玩家一个焕然一新的游戏体验。同时我们这次也会推出繁体中文版的部分。哦，所以我们 PS4 的赛制版也会有繁体中文版，是确定。这个掌声太冷漠，掌声加尖叫。谢谢我们加藤先生，谢谢我们的制作团队。是的，但是刚刚其实我们听到的都是比较平面式的一些说明。我知道目前现在 P4 版的这个重置呢还在开发当中，但今天会有机会可以看到进一步的画面或是内容吗？はい、そうですね。せっかくお集まりいただいているので、今開発中のものをですね、ちょっと私がこれから実際にプレイして、お見せできればと思います。是，我们不好意思，我们请。はい、これが今開発中のゲーム画面になりますね。那这个就是我们目前开发中的这个游戏画面。はい、まあ、今回ですね、そのグラフィックの向上というところで、もともとこのキャラクターデザインをしている吉田明彦さんのこのイラストがもう本当にそのまま動き出すような、まあ、質感に仕上げていまして、例えば、まあ鎧とかの金属、あとはまあ革ですね、そういった質感なんかもリアルに再現しています。那我们这次不只是因为我们在这次在做重置的角色建模的时候，我们并不是只是做单纯的高清晰化而已，我们还是努力的去维持原本的人物角色设计，吉田老师的他的那种笔触，然后并且让人物身上的衣服装备这些的质感更比如像皮革或者是
金属类的东西就更有更接近他们真实的感觉。啊，そう。はい。で今ちょっとあの実際にモンスターと戦っているんですけれども、もうあのご覧になれば分かるようにもう敵に会うとですね今自動的に、攻撃をしています。那我们现在就是在进行跟怪物战斗的这个部分。那我们可以看到，其实你在原野上，你的角色接触到怪、接近到怪物的时候，就是自动进行战斗。はい。あのこれはですね、あのガンビットと呼ばれている、まあ作戦指示のようなものをですね、まあプレイヤー自らが設定することで、まあ状況に応じた戦いを、各キャラクターがしてくれるようになっています。那我们现在看到这个东这个系统叫做作战布局哦，那它其实就是在下。在对自动操作的角色下达战术，你可以指示你的角色在什么状况下要做什么事情。まあ例えばあのヒットポイントが 60% 以下になった味方にあの KR で回復をしたりとか、まああとはあの炎属性に弱い敵に対してはファイヤーを使うといった具合に、あのまあもう簡単なセッティングでもう便利にあのバトルを各キャラクターがしてくれます。比如说，你可以很简便的设定说你的角色 HP 低于60%的时候就会自动使用恢复的魔法，或者是它会让你的角色会自动针对就是对火焰属性的弱点的怪物使用火焰魔法。你都可以用很简单的方式就设定这样的战略来协助你进行战斗。でまあこのガンビットのセットがですねうまくこうハマって強い敵なんかを倒した時の達成感はまあ格別なゲームになっています。那我们这个游戏有一个很大一部分的乐趣，就是说你透过很缜密的这个战术策略的拟定来打倒强敌，这样的一个成就感是我们觉得这游戏很有趣的地方。はい。そしてですね、まあちょっとここから、まあ遊びやすさっていう部分についてご紹介できればと思います。那我们接下来继续看下去。はい。まずですね、今こうフィールドを移動していまして、まあ画面の右上の方に。あのエリアマップと呼ばれているマップが出ているんですけれども、まあ、ちょっとこれが割と狭い範囲にしか見えてなくて今実際にこう全体のどこを移動しているかというのをすぐにあの分かりやすくする仕組みを用意しています。那第一个就是我们在右上角的这个导览地图的部分，我们做了一些改良，让玩家不仅是只是看着一个死的地图，你可以马上掌握到你现在人在你的角色现在人在哪里。はい。まあ、コントローラーのですね L3 ボタンを押すとこのような形で、今、プレイしているこのサリカジュリンと呼ばれている、ロケーションマップがですね、透過表示されます。那你按下那个控制器的 L3 按钮的时候，也可以像这样直接扩大成整个的大地图来参考。まあ、特にあのこういう今のこの移動しているような場所のようにちょっと細かいあのまあ迷路的ななっている場所なんかには非常に分かりやすく、移動できます。那就算你在地形比较复杂的地方，也可以透过这样的方式让你不会迷路。で、まあ、さらにはあとですね、まあ、倍速モードというものを用意していまして、まあ、コントローラーの L1 ボタンを押すとこう一気にスピードが上がって快適に移動できます。那我们这次在游戏里面也特别准备的所谓的倍速的模式，就是加倍你的进行任何动作的速度，你只要按下 L1 按钮就可以启动这样的一个模式。はい、じゃあちょっとここで強い、モンスターとちょっと戦います。我们来这边打一只稍微比较强一点的怪物。看到这边是不是应该要帮我们加藤先生来一个掌声一下。虽然制作人应该是非常熟能生巧的，不过还是来帮他加油一下。頑張ります。加油。我们制作人说他会加油。虽然说我们 FF 是已经上市过的作品，但是大家可以发现呢，现在目前正在着手开发的 People 版本。派手な必殺技を。我们稍微发动比较华丽的必杀技。勝てるよ。哦。立て。Yeah!
掌声来一下好不好？哇塞，只有我一个人看到鸡皮疙瘩一直冒吗？太精彩了！虽然说还是在开发中呢，但是我相信大家已经觉得非常的期待，对不对？是。嗨。但是嘉藤先生，其实台湾的玩家朋友，我们比较贪心一点点。我想问，除了我们开发中这个实际画面之外，您还有带来其他的影片或是进一步资讯吗？そう。はい、そうですよね。で、今日はですね、特別に、反対地版の今のこのバトルシーンのですね、ちょっと動画を開発中のものをご用意いたしましたので、特別にちょっと皆さんに、ご覧いただければと思います。那我们家的制作人当然是有所准备了，他把刚刚的那场战斗的繁体字、繁体中文版的这个游玩影片带到台湾来跟大家分享。天哪，掌声先来一下好不好？刚刚的那段内容配上我们答应大家的繁体中文版，那我们与制作人这边，我们一起来欣赏这支影片。はい、ちょっと今日はここまでなんですけれども、またちょっと別の機会でゆっくりお見せできればと思います。今こういう形で作っています。我们今天只看给大家稍微的解馋一下而已，我们之后有机会的话一定会准备更完整的版本给大家来欣赏。但是其实我觉得看到刚刚那个内容，我想桥本先生应该也蛮感慨的，因为当年在发售 PS2 版本的时候，你应该没有想象到现在的技术跟版本可以让整体它的整个品质跟质感上升到这样的程度。はい、もうまさにですね、10年前、まあ、そもそもこうゾディアック前はジョブシステムってなったんです。それも売ってなかったんですよね。それが反対中分化ができて、なおかつプレステ2から一気にプレステ4のマシンスペックを借りてここまで来ました。本当に嬉しいです。那真的是回顾到十年的时候，他们那时候推出了一个类似国际版的《黄道十二宫职业系统》，那时候是只有在日本国内发售而已。那如今到了十年后，不仅已经进化，时代已经进化到 PS4， 能够以 PS4 的品质，而且能够以繁体中文版推出给广大的亚洲玩家，他真的觉得非常的开心。是，但是其实在这个过程当中呢，我们看到的是这段是用心，可是我想在制作这个中文化的过程，对团队而言一定也是很辛苦的一段历史了。所以您在回顾这个制作中文化的这个过程当中，有没有什么也想要跟大家分享一下的？はい、まずはですね、我々にまあ、いわゆるローカライズのノウハウがなかったんですよね。でまずSI アジアの皆様のお力をもうすごく、借りました。これはもう本当に感謝しております。那回顾一开始我们挑战制作繁体中文版的时候，因为当时公司内部真的没有这方面的经验或是人力资源，所以当时呢我们的 SIE 的亚洲真的给我们非常非常大力的协助。そしてここに会場にいらっしゃる方、そしてまあメディアの向こう側にいらっしゃる方も含めてなんですけど、やはりファンの皆様の熱いこういった毎年の応援があってからこそ、ここに反対地盤をご用意できるということになります。那当然也是少不了我们来到现场这么多的玩家，以及在家里面在其他地方收看我们的直播的玩家们的每年每年给我们热烈的支持，我们才能一直推出我们的作品给大家。是的，但是我想呢，其实在今年呢，大家都觉得是非常特别的一年，因为今年是个整数嘛，30周年。那其实从 FF 一系列以来呢，有参加过很多的活动，不论是我们台北 Game Show 啊，或是上市的活动。那制作有没有哪一场活动是你想回想起来印象比较深刻的？はい、まあですね、どっかの一つのイベントってなんかちょっと難しいんですが、もうすべてのイベントが楽しんでございますが。まあうちのですね、今日来れなかったプロデューサー含めて、皆さんの応援に大変、感謝しております。で今日はですね、もう今日ここで初公開のですね、撮ってまいりましたプロデューサーたちのですね、メッセージをビデオでご用意しましたので、こちらを見ていただければと思います。那我们桥本先生他本人因为真的是出席过很多亚洲区各地的这个等于发售各种的活动，他个人是都印象很深刻，他没有办法选出一场，可他今天要特别讲一个是说他们在日本还有很多没有办法到场来跟大家一起庆祝的制作人，但是他特别去采访他们制作人对于亚洲区这么多活动的一些感想。哦，そうなんです。貴重な映像なんでぜひご覧ください。那我们今天要首度公布这一段的采访的影片。是的，那我们现在一起来欣赏这支由桥本先生带给大家的特别影片。
はい、皆さんこんにちは、スクエアエニックスの橋本でございます。こちらがですね、スクエアエニックスの本社ビルでございます。ファイナルファンタジーシリーズはこちらのビルで作られております。本日はローカルさんと含めて、皆様に情報をお届けしたいと思います。それではこの極寒のですね、寒い、外から中に入りたいと思いますので、どうぞこちらに。はい、皆さんこちらがですね、本社の総合受付になります。こちらはですね、いろんなお客様をお招きしまして、商談打ち合わせをする場所になります。今日は特別に皆様に奥のですね、秘密のお部屋をご紹介したいと思います。それではこちらの方へ。はい、皆さんこちらでございます。行きましょう。あ、ここじゃない、あ、ここでもない。はい、それでは皆さんこちらでございます。可愛いチョコお待ちかねです。ラジャハオ、スクエアエニックスの北瀬です。よろしくお願いします。はい、ゴンシーゴンシー、台湾の皆様ご無沙汰しております。ファイナルファンタジー13ディレクターの鳥山です。当時はですね、ファイナルファンタジーシリーズも欧州言語でのローカライズはもちろんあったんですけども、アジアの言語、反対中含めてアジアの言語のローカライズっていうのは、初めてだったんですけども、SIE さん、当時でいうと SCE さんなんですけども、もう ご協力を、受けながらも、制作した覚えがあります。反対字に関してはですね、当時初めてだったんですけども、手探りながらやっていったんですけども、今では実はファイナルファンタジーシリーズはもう反対字版のローカライズというのはもう当然のように行われているので、その先駆けとして、サーティシリーズが先駆けとして、制作できたことを、今になるとね、振り返るとね、非常に嬉しく思っています。サーティの時に、初めてその反対字ハングル、両言語対応しまして、いろんなアジアのゲームショーをたくさん回りました。特に台湾では、13のローンチのゲームイベントがですね、大雨の中行われて、そこにたくさんのファンの方が、駆けつけてくれて、非常に嬉しかったことを覚えています。そして13の、3部作ではライトニングリターンズの時には、アジアで本当にローンチパーティーを、ソニーさんの協力のもとに、開くことができまして、そこでもやっぱりたくさんのファンの皆さんに熱く声をかけていただいて、今のファイナルファンタジーをアジアにしっかりローカライズしようという気持ちが非常に盛り上がったことを覚えています。私はですね、今はですね、スマートフォンのメビウスファイナルファンタジーというタイトルを担当しています。こちらも今はですね、ハングル、それから反対字版すでにリリースされて運営をしていますので、ぜひこの機会に手を取って遊んでみてください。私はですね、皆さんお待ちかねのですね、ファイナルファンタジー7リメイクを現在制作しております。まだですね、具体的な情報はね、お出しできないんですけども、ぜひ完成した暁にはですね、台北ゲームショーにも、ご紹介しに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。スクエアエニックスの狭間と申します。皆さんのところに初めてお持ちできたっていうのがディシディア・リオデシムファイナルファンタジーだったんじゃないかなというふうに思います。ソニーさんが大体全部やってくれたんで思いますね感想とかあんまりないんだけど、でも結局のところ、その商品を皆さんのところにお届けするっていうのって、そのそうですね FF すごく知ってる方がローカライズしてくださったっていうところも含めて、そこに対してのモチベーションが高い方をソニーさんの側でご用意いただいたっていうのも我々にとってすごい嬉しかった話です。台湾に行って印象深かったのは、なんだろうな、マンゴー尽くしな感じ、本当ね、考えられない。日本で、いや俺好きなのよマンゴー。台湾の女の子超可愛いなっていうのも、以上が私の台湾の思い出でございます。先ほどお話をしたそのディシリアの最新の作品ですね、3対3というちょっと変わった形で楽しんでいただく、その対戦バトルものを今プロデュースをやらせていただいてるんですが、さすがにアーケード筐体をね、台湾にお持ちしてっていうのはちょっと難しいとは思うんですが、もちろんだから別の形で
まあ、いつの日かというか遠からずちゃんとお持ちして、皆さんに遊んでいただけるようにしていきたいと思ってます。でその時にはもちろんのことながらまたねソニーさんに協力を仰ぐことになるとは思うんですけれども、しっかりローカライズがされたものっていうのをお持ちして、まあ、行ってすぐ皆さんに楽しんでいただけるようなものっていうのを、はい、ご用意をさせていただきたいなというふうに思ってます。まあ本当自分で言うのもなんだけど、めちゃめちゃ面白いの、ね、よこのディシディアが。めちゃめちゃ面白い。他にないね、3対3のバトルっていうのならではのこう楽しみ方みたいなのもあるので、ぜひ期待していただきたいと思います。はい、皆さんの期待を裏切らないというよりは皆さんの期待以上のものをお持ちできる自信がありますので、はい、ぜひお待ちください。大家好、ワールドオブファイナルファンタジーでディレクターをやらせていただきました千葉です。ちょっと私自身、まあ、スクエアでゲーム開発をして23年24年になるところなんですけど、世界同発、まあ、アジア含めてチャレンジしたのは実はちょっと初めてになりまして、非常にこうローカライズが同時進行というのはちょっと大変でした。ただやはりそのやってよかったなっていうのは、もう世界中の皆様にこう同時にゲームを届けることができて、感想やこういろんな話を聞くことができて、また開発中にもそういう宣伝活動というか、まあ、その皆さんのところに訪れたりしてこう話を聞けたっていうのは非常にこういい経験でした。とてもこうやりごたえもあってよかったと思います。ワールドオブファイナルファンタジー発売された後もこうちょっとパッチ等々いろいろ皆さんのご意見をこう反映させながら続けさせていただいております。ちょうど先週になるのかな、時間だと12日にパッチとソラのキングダムハーツのソラの DLC 配信させていただきました。パッチの方ではシアターモード、ちょっとねゲーム中にもう一度お話のストーリーシーンを見たいっていう要望が多かったので、シアターモードというのを追加させていただいて、さらにキングダムハーツの空、これはもうすごい自分でもちょっとね召喚してちょっとテンション上がっちゃうような面白い試みにできたと思います。ぜひ引き続きワールドオブファイナルファンタジー楽しんでください。よろしくお願いします。ファイナルファンタジー15ディレクターの田畑です。台湾の、プレイステーションファンの皆さん、どうもこんにちは。発売以来ですね、台湾およびアジア全域でファイナルファンタジー15非常に好評というふうに聞いています。で最新の数字だと、ワールドワイドで今600万本の、セールスを記録しています。しかもですね、台湾では歴代のプレイステーション4のソフトの中で FF15 が最も今売れているソフトというふうに聞いております。皆さん本当にどうもありがとうございます。我々はこの喜びを何らか形に、して皆さんに感謝のお返しとしたいと思っていて、ちょっとですね、皆さんに対して何かできることはないかなってことを考えています。台湾 の, ゲームファンの皆さんに我々本当に感謝しています。なので、FF15 の中に台湾料理をぜひ組み込みたいと考えています。ただ今ここにいらっしゃる陳さんの意見だとですね、何を入れたらいいのかいまいちちょっとわからないので、会場にいらっしゃる江口さんに、この決定を委ねたいと思っています。で僕は2015年の、台北ゲームショーで、ファイナルファンタジー零式 HD に、FF15 の体験版をつけたんですけれども、そこにアジア言語にも対応するということをこの台北ゲームショーで約束しました。でその1年後にはですね、江口さんと一緒にステージをさせていただいて、FF15 のアジア版の同時発売も世界同時発売も約束しました。なので今回2017年の台北ゲームショーで約束するのはこの台湾料理を FF15 に組み込むことというふうにさせていただければと思います。ありがとうございました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
こちらからは以上になります。太精彩了，谢谢崇文先生，我们带来这么庞大阵容的制作人影片呢，访问这么多人，您可以先跟我们分享一下你的心情吗？そうですね。いやまあみんなの台湾の皆さんへの愛がすごいなっていうのを感じました。はい。很有自信，我们刚刚的制作人们都表达出了他们对台湾玩家们的热爱。是。但是我想好奇问一下，就是桥本先生，刚刚影片当中塔巴塔桑的承诺，就是会把我们台湾的一些好吃的东西加进去游戏的这一块，是真的吗？そうですよね。そうですね。まあまあタバタの気持ちは分かったんですけど、あれ実際に出てた、あれ江口さん、江口さんいますかね？江口さん、有请我们江总总经理。どうも。掌声欢迎。いいんですかあんなことして、やっぱここはほら締めだから、締めだから、よろしくお願いします。因为我们总经理被点到了，我们马上把这个发言权交给他。哎，真的，我刚刚早上嘛，我第一次听到这个 FF 十五里面出现台湾的那个食物嘛，真的很感动，相信你们也很开心，对不对？开不开心？开心。开不开心？开心。是。那个，但是因为我早上就第一次听到了嘛，对，所以 OK， 我们大概过年后吧，一段时间再公布怎么决定，跟你们那沟通，然后怎么来决定出现的那个台湾食物是都，所以对详细部分详细的情报是请稍等一下。好，谢谢，ありがとうございます。谢谢我们江口总经理。那这边呢？当然，我们不是要给 F 级上。No, no, 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 no，拜托 FG 桑了，也拜托我们 FF 团队各个制作人。谢谢。那因为我们今天活动呢也即将接近尾声了，那刚好我们也邀请到我们江口总经理，是不是也请三位最后跟大家可以分享一些？那我们有请江口总经理先。好，那个中文可以哈，中文哈，那个非常感谢那个 FF 系列的大家的支持，我真的感受到哦，对台湾人，对我们台湾人来说 ，FF 就是。国民性的一个大作品，所以我们一定要继续支持 F 系列，好不好？好，谢谢，谢谢谷崎さん。那接下来呢，我们也请江口先生帮我们说几句话。はい、本日本当皆様お集まりいただき、さらにまあ動画配信の方もご覧になっていただいた方々、本当にありがとうございます。非常感谢今天来到现场，或是透过摄影机的另外一端来看到我们今天现场活动的各位朋友们。このまあ今回ご紹介したファイナルファンタジー12ザ・ゾディアック・エイジはまたこれからいろいろとまだ新情報を発信していきますので、どうぞご期待いただければと思います。我们今天介绍的 FF12 重制版的今后还会陆续的公开很多最新的资讯，请大家一定要持续的追踪我们最新的消息。本当今回そのファンタジー版を作れるということで非常に我々も興奮していますので、まあぜひ楽しみに待っていただければと思います。ありがとうございました。谢谢。那我们对于这次有机会把繁体中文版推出来给大家，我们自己也是感到非常的兴奋，请大家一定要给我们继续给我们支持与鼓励，谢谢大家。谢谢江藤先生，也给我们江藤制作一个掌声。最后邀请我们桥本先生跟大家说几句话。はい、最後になります。まあFF 今年30周年、記念すべきの第1弾の、まあ、1月の情報として、世界に先駆けて皆さんに最新情報を届けてきて幸せでございます。那我们今年是我们 FF 迎来30周年，我们能够在一月抢先把第一弹的最新资讯带到台湾来跟大家分享，我们个人感到非常的开心。はい、で今年はですね、皆さんにちょっとしたプレゼントを持ってきたんですが、今回デジタルなプレゼントになります。はい。我们也准备了一个小礼物来给跟大家台湾的朋友大家来分享。はい、私も関わってますが、ワールドファイナルファンタジーのですねテーマですね、これを、来週月曜日23日から2週間無料で、アジアで人気のですねライトニング含めて選べるということでございます。
那我们准备了 WFF 的特制的主题，我们将会从下礼拜一开始免费开放下载两个礼拜的时间。はい、で先ほどちょっと出てましたけど、キングダムハーツのソラ君も出てくる、そして、この無料のテーマも2週間ございますので、この機会にワールドオブファイナルファンタジーもよろしくお願いします。那我们 WFF 不仅有这款免费的主题供跟大家分享，我们就像我们刚刚的影片里面也提到，我们也提供了 Kingdom Hearts 的角色在游戏中出现，所以请大家一定也要一并来支持这款作品。で今年も本当にお約束できて来れてよかったです。皆さんありがとうございました。シェイシェイ今年真的也很谢谢，再次给我们三位有大声的掌声来尖叫。谢谢谢谢我们嘉禾总经理，谢谢嘉诚先生，谢谢乔本先生。那我们现场亲爱的朋友们，记得下个礼拜1月23号的时候，我们的 World of Final Fantasy 会提供2周免费下载我们的特别版，一定要大力支持好吗？谢谢各位，那我们这场特别舞台活动到这里正式告一个段落了，再次谢谢大家。